堺市民会館前にある銅像現在は、堺急行プログナードに所在る孫助左衛門没年不詳は、戦国時代の泉国堺の伝説的貿易商人。本名は、名や助左衛門。別名で、名助す左衛門や、魚か助や左衛門とも言う、堺の貿易商、名やさの子。対抗期などによれば、安土桃山時代に、ルゾンに都会し、 貿易省を営むことで巨万の富を得た。文禄三年七月二十日、織田信長の後を継いで、天下人となった、豊臣秀吉に対して、老うそく、邪行、新壺、ルソン壺、東山、孔陵など賃品を献上し、秀吉の保護を得て、日本屈指の豪商として活躍した。慶長三年、あまりに華美な生活を好んだため、石田三成ら文治派の残言によって、 秀吉から身分をわきまえずに税を尽くしすぎるとして、邸宅没収の処分を受けることになるが、事前に察知して、その壮麗な邸宅や財産を、菩提寺の大安寺に寄進して、日本人町のあるルソンへ脱出した。一説には献上した、ルソン壺が宝物ではなく、一般に売られていたものだと発覚したことから秀吉の、怒りを買ったとも言う。慶長十二年。 スペインがカンボジアに介入した後に、ルゾンからカンボジアに都会し、そこでカンボジア国王の信任を得て、再び豪商となったとされる。ただし、高麗茶碗のように、外国では日常雑記に過ぎないものを、日本人がそれを承知で価値を見出して、茶器として利用する例は多い。もっとも千利休が秀吉に切腹へ追い込まれた理由として推測される一つとして、 安価の茶器類を高額で売り私服を肥やしたことが挙げられており、茶人の目利き次第で雑器に過ぎないものが高価で転売されている現状を、秀吉が快く思っていなかった可能性は考えられる。ありがとうございます。